ようこそ私の家に。いやちょっと、いやすごいですよ、ちょっとリンゴさん、そうそうやって言ってくれるの嬉しいね。芸能人の家だよね、これおしゃれ。犬は大丈夫？大好きです、めっちゃ俺やめろ男の子だから、いっちゃんだ、あげ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 めっちゃ興奮してる、シャイがこんな興奮してるの見たことないよ、何してくれてんだよ、シコおい、シャイがなんかこれもうどっか行っちゃっためちゃくちゃおしゃれじゃないですか。ちょっと待ってよ、このテレビのデカさ。いやテレビでもこれ結構前に買ったんだよね、もう。いやーこんなでかい。いやもうお宅訪問ロケみたいになってる。いやすごい。なんかこれパチカチカするね。大丈夫か。オッケー。おしゃれだな。ちょっとどう？え好きなんですか。いやいやあのこれもなんか番組のロケでね買ったんだよ。なんか部屋をおしゃれにしようみたいな企画で。全然俺も知らずにだったけど、これいいなと思って、ガンバレルーヤのオタク訪問見てみよう、あげた、ちょっと俺が先輩としてもうわぁ数々の芸能人のオタク訪問してますから、さようサプライズ、さすがだな、どういうポイントで見ていくかっていう、ちょっとよしよしよし、カメラマンもちょうど来てる、始めます、床はいいね。床は普通だな。床よあんた。珍しい床から入る。二人で床触る、そんな見たことないよ。どこにでもあるフローリングだから。違うね、あんた。ここよ、ここ。え？ここですよ、ここ。ここの、まずちょっとこの MVP。あ、そうね。それ確かにずっと飾ってるけど。いや、これって。昔あの、ほら。あの松本さんの滑らない話のスピンオフで星ちゃんさんがやった時に MVP も取らせてもらって、すごい芸人ってこれもらったら嬉しい、いやめちゃくちゃ嬉しいですよ、星ちゃんさんの滑らない話のスピンオフの時に今 MVS っていうのかな、ポストバリアブル、バリアブル滑らない、だってこれ私このサイコロ生で見るの初めて、正直それでいいよ、それでいいよ、そういうリアクション嬉しいよ、こ俺からこれ見せたらやらしいよね、やらしさが気持ちになっていい、やだやだ、よかったよかった、こんなだってめっちゃマジで本当に生で見るの初めてなんだよな、これあれえあの奥あれ、あ、そうだ、本当だ、白無線だあれこれこれ仕込みでもなんでもないから、私たちもいる、そう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 だ、これあったね、こんなのこれ別に大丈夫だよね、そう頑張れるやつ、ちょうどね去年、今年かな、今年ですね、そうそうそう、もらってだけどもうほら考えた VS 嵐もあと何回出れるか分かんないし、そうですよ、記念にこうやって飾ってる、いやめちゃくちゃいい、ここじゃあ慎吾さんのコレクションってことですか、でもここもらったもの多いね、これもなんか俺のさ乗ってる車とかファンの人がくれて、あの奥のやつが今日私たちが乗ってきたベンツですよね、ベンツベンツよあんた、ね、そっちが右のが前乗ってた車で、これそうで左のが黄色いのが欲しいなと思った車で、で手越くんが乗ってるチャラ男ね、すごいね、チャラ男、チャラ男先輩だから年は下でさすが手越くん、うわすげえ、ちょっと いいもう私もちょっとティファニーの豚よ、あらティファニーの豚がいるじゃないですかティファニーの豚、何これティファニーのね、ティファニーの豚って言って貯金箱ね、ティファニーが貯金箱だって、しかも入った、これもね、なんか誕生日にあったんだよね、確かに、えっ、頑張
マリオさん、さっきからオタク訪問のですね、ここでだいぶ時間かかる。ああ、これチェックです、チェック。あ、ダメなんです、やばい、やばい。隅々まで。本当ちょっとびっくりした。何？キッチンに洗濯機がある。どういうこと？どういうことよ。キッチンに洗濯機ありますよ。これに関して俺も未だに疑問に思ってる。なんでここにって。だってもう料理するすぐ下がある。ここはちょっと古い作りだから、こういうちょっと埋め込みのね。アメリカンだ。アメリカンの家ってそうだよね。そういう感じだよね。キッチンにあるのよね。うん、見てください、キッチンはもうないですから。あら、なんかあります？あんまないはず。あれ隠し子います。隠し子、私もちょっとそれはずっと気になってた。何何何、いいよ、なんか撮っていい、撮って。え、あ、やばい。だって私ちょっとこれもおかしいなって思ってたんです。これって絶対子供用ですよね。え、隠し子います？目ざといね。あらららら、見つかっちゃいましょう。シャイがここにいつも一緒にご飯食べるときにこうやって。いや、それは無理やりですよ。無理そんなわけないじゃないですか。本当に、ほら、ここでご飯食べるんですか、一緒にシャイ君。いやいや、あのシャイは食べるときこっち食べるけど、あの見て、俺が食べると。そうそうそう、嘘だって。だって、じゃあ今どうしてんの、もし子供いたら。どこにいるの？監禁じゃない、監禁じゃない。我が子監禁っておかしい。役でもやってたし ね、監禁役はやってたから。監禁の役やってたし。怪しいよ、ちょっとこれ、ちょっとなんかちょいちょい子供の隠し子のちょっと匂いがするのよね。隠し子じゃない、誰がどう見てもペット用なのよ。だってそこにドッグフードいっぱい置いてあるんだからさ、これ。いや、それは普通に、ね、これはちょっと。ああ、なるほど、なるほど。はい。いいやつですね。いや、全然子供っていう手がかりじゃない。いいやつだわ。ドッグフードじゃん。でもちょっと子供のはちょっと怪しいよ、これは。ないよ、何も。ちょっと、まーちゃん、まーちゃん。え、待って、今ウーバーどこにいるの、見るかな。ここ中庭ですか。え、ここいいんですか。ここなんですか。いや、まあまあまあ、本当にちょっとした中庭って感じ。え、いいですか。どうぞ。もちろん。壊しちゃう。こうじゃない。こっちも使って。もう全然使ってないんですよ。最近雨も降ったし。たまにこう外で朝食を食べたりとか。うわあ、すごいおしゃれ。店やん。カフェですやん。ここで朝食食べるんですか。やめなさい。はい。ドッグインスカートやめなさい。はい。ドッグインスカート。かわいいじゃん、ちゃん。うん。ちょっとめちゃくちゃいい絵だね、まーちゃん。いい絵。ねえ。ね。好きになっちゃうよね。もしさ、慎吾さんにさ、うん、私さっきもちょっとドキッとした瞬間があったの。何？車でね。車で？じゃあカメラを消してね、うん、でそこからよっちゃんもあのシート、これ何ですかってボタン、うん、そしたら、ゆっくり倒してごらん。いや、ゆっくり倒してごらんって。ゆっくりでいいよ、倒してごらんって。違う違う違う、そう、ゆっくりでいいから。カーセックスするときに。いやだ、そうじゃない。あれはなんかパワーシートの使い方を知りたかったから、そこをボタンを押すとゆっくり前出たり倒れるよ。いや、もう確かに怖がらなくていいから倒してごらん。言ってねえよ、そんなこと。あんた怖がらなくていいから倒してごらん。ちょっとあれはびっくりした。車はそれちょっと使いませんね。あれはね、ね、確かにゆっくり倒しちゃったの、言われたと。ゆっくり触るな、ちぐさを。チグサを触るの、自分のチグサを。どこで寝る？え？どこで寝るのかな？どこで寝る？なん止まろうとしてる？こっちもありますよね。え、いいんですか？こっち行っても。全然いいですよ。まあ、こっちも寝室だけどね。なんでこっちもあるんですか？なんで？もうないでしょ。あっちにも部屋あるし。
まあ、ここ YouTube とかで結構ね、モーニングルーティーンとかで映ったりしてるんだけど、寝室の無駄だ。これ何畳ですか？いや、だから俺もな、もうちっちゃいね。なんで寝室こんな広くしたの？もうちょっとリビング広くしてほしかったなって思うわけですよ。社長、いや、そうなのよ。で、あとローサイズのね、低いベッドを持ってるね、社長よ。いや、社長じゃないの。ああいう低いベッド、社長しか持ってない。大事に寝心地は確かに。え？いいんですか？いやいや。時間があればですけど。いいんですか？でも私ってすごい汚いですよ。いやちょっと待って。めちゃくちゃ汚いですよ。考えさ、どこ触って汚いって。めちゃくちゃ汚いですよ。ごめんなさい、そんなことないでしょ。だって今日おしゃれしてるじゃん、二人で。いや、今日はだって慎吾さんとデートって聞いたから。なんかほら、いつもさ、あの衣装のイメージあったから。はい。ね、この可愛い私服も持ってんだね、うん、あの衣装だけの俺の時しかほとんど合ってないから。乃木坂をイメージしました。でも確かに、はい、乃木坂っぽい、そのフィガンチョック白石麻衣をイメージしました。いい、ね、私たちは髪型もね、はい、ちょっと流した感じで、うん、小雪さんだ、小雪さん、久々のマツケン、松木ハイボールちょうだい。ね、本人に会ったことあるの？ないんです。でも松健さんに1回だけ、あ、旦那さんね。はい。あのテレビ局で10メートル先ぐらいに廊下でおられて、うん、で私その時小雪さんのものにめちゃくちゃさせてもらってたんで、うん、ちょっとやばと思って逃げたんですよ、うん、メイク室に。まあちょっと気まずいよな。気まずくて、うん、でそのメイク室、バラエティのメイク室だったんですけど、なんか松健さんがふらーって入ってこられて、なんか。こうやってキョロキョロってして出てかれたんですよ。でメイクさんとかも、あ、なんで今来たんだろうねって言って、多分小雪さんと間違えたんです。あれ今日奥さんここ来たの？そうなんですよ。聞いてなかったけどなってこと？そうです。ある？そんなあるんですよ。見間違えた？見間違えてたんですよ。実の旦那が。そう。毎日会ってる。そう。妻が。すごいな、じゃあよしこの確認者。その当時そう考えたよ。全身ピンクだったのに。あ、はい。いや、ちょっと向こうまで歩いてみていいですか？はい、歩くだけね。歩くだけよ。なんで生めかしく寝るんだよ。生めかしく寝るなよ。なあ、あとなんでシャイがそんな興奮してるの？なんかフェロモン出てるのな、よしこ。来た瞬間、シャイ君がよっちゃんの股間によってゴッって聞いたことない声出してた。ないや、シャイがね、発情しちゃってんのよ。ちょっとヨシコに対して発情してんのよ。ちょっとめちゃくちゃ気持ちいいよ、このこのマット何ですか？低反発のこれ何ですかね、あのね、イタリアのね、なんかスポーツ選手とかがよく使ってるって聞いて、で、俺買いに行ったの、青山に。これでもマジでおすすめで、なんだっけ、めっちゃ寝心地いい、マジで。アニフレックス、アニフレックスって、これがしかも届くとき、こんなね、こんぐらいの筒で送られてくる。え、これがですか？そう、真空で、で、それをパーンと開くと多分 2,3 時間かけてビューッとこの形になって、めちゃくちゃいい、アニフレックス超気持ちいいのよ、まーちゃん、これダメよ、まーちゃん、本当にダメよ、優しくよ、激しくやったらベッド壊れちゃう。まーちゃんダメよ、ほんとそんな、まーちゃん。でもすごい、え、なんかこう深く沈んでいく、そう、なんか体をギューッとこうね、支えてくれる感じね。すごいよ、これは気持ちいい。キングサイズですか？これ、いや、クイーンじゃないかな、これ。クイーン、いいでしょ、いいでしょ、こっちでも寝れるもん。いや、横にこうやって寝ることないでしょ。これでも寝る。二人はどうやって寝てんの？寝室別々？寝室一緒です。布団敷いてね。あ、そうか、布団スタイルなんだ。布団を二つくっつけて。仲いいね。すげえ。3人で寝れるね、これは。ねえ、今日ね。3人で、俺カウントされてんな。カウントされるの嫌な間に俺がカウントされてんな。でも私思うんですよね。何？このカーペット、もともとカーペットの家って、うん、むちゃくちゃ家賃高い家だから。いや、そういうことでもね、あの古いマンションが多いよ、こういうカーペットが。昔のね、なんかそれが流行った時期が。そうなんですか？で、毎回まあ引っ越しのために多分張り替えてはいるんだけど、そういう作りになって。
こういうカフェとか。でも俺も結構好き。いいですよね。芸能人のうちって多いよね、カフェとか。いや、芸能人ですからね。いや、私たちはこの人たちもくっさいよね。くっさいよね。定期的に水道管の匂いがする。そうだ、なんかさ。え、ちょっと待って、これ。全部あれですか？収納部屋ですか？そうそう、あの、なんか古いタイプのベッドルーム。すげえ。ウィンとかが今だから収入でしょ？すげえ。これ、あれ？慎吾さんのこれはお洋服セット？あ、まあまあ、ここは帽子とかズボンが置いてあって。カバンや。ちょっとブランド物が多いんですよ。いや、俺ね、でもね、最近ね、使ってるんだよ。見たことあるよ。グッチャ。嘘。いいんですか？じゃあ今開けて、あ、そういえばこれ最近使ってないなと思って。でも本当にあれですよ。頑張れるやにはまた定期的に出てもらうというもの。これをもらったら鎖のような。なんかそういうカバン持ってる？持ってないんですよ、こういうの。じゃあどうぞあげます。いいよ、いいよ。何する気？どういうつもり？何にもしてません。せめてモザイクかけて。何にもしてませんから。親も見てるから。本当に。え、いいんですか、本当に。いただきませんよ、慎吾さん。そうですよ、ちょっとさすがにこんないいやつをいただけませんよ。まあ、このカバンも1個持ってたらいいから。いや、もうダメです。でもまあ、2人な、あんまりもしかしたら現場とかに使いづらいかもしれないけど、なんか休みの日のお出かけとかにたまに使えるよ。いや、本当に別にこれはなんか、大丈夫。買って。これですか。うん。いや本当にこれね、でも使ってなかったし、やっぱ最近あんまり、うん。いいんですか。大きいリュック背負うようになった。いいじゃん。マヒルもそのタイプ似合うし、ヨシコは今日この格好に。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。なんかごめんね、いやらしいよね。いやらしいけど、でも本当にあげる。いいんですか、本当に。いいよ。うわ、めちゃくちゃ嬉しい。それぐらいね、本当に頑張れるやにはね、本当に。ありがたい、感謝してますか。いいんですか。ちょっとでも気持ちが晴れやかになるんだったら全然使って。でも俺本当に使ってればいいの。好きになっても顔すごい痩せきるよ。かっこよすぎるな。いいのかな。なんか俺なんか証残しとか私たちが来たって。髪の毛落としとか。あんた何か脱いで置いとく。あんたパンツ脱げる。あ、見てる全然来ないなって。パンツ脱ぐってどういうこと。パンツ脱ぐ。せめてなんかお礼に。いや、お礼にパンツ脱ぐとかそれ大丈夫だろ。パンツとか髪の毛置いとこうか。大丈夫。髪の毛置かないよね。髪の毛さ、すごい怖い女子がやるやつじゃん。痕跡残してくっていう。もう来るからご飯食べよ。ちょっと骨どうする。本能でね、溜まってます。こっから先に行ってはいけないっていうね、本能。シェイちゃん、困ってる。ほらほら、シェイちゃん。おいで、ほら。またニノさん、出禁になるよ。うら、シェイちゃん。シェイちゃん。見えてるね、こっち。シェイちゃん。ようこそ、フィレッジへ。